赤間文造は日本の政治家、元大阪府知事、佐藤内閣で法務大臣。大阪府知事時代は安井誠一郎東京都知事と共に1950年代における都道府県知事の母子的存在として君臨し、赤間天皇の異名を立て祀られた。赤間岩吉の三男として福岡県宗型郡津谷崎町に生まれる。福岡県立中学周遊館。 旧制山口高等学校を経て、1925年、東京帝国大学法学部独法科を卒業する。1926年、高等試験行政科試験に合格し内務省に入省。岡山県属、徳島県経済部長まで務めた後、商工省に転じ、会計課長、燃料局発行工業部長、近畿地方商工処理部、同地方商工局長を歴任。 商工省が再編され軍事省となると、1945年6月、石炭局長に就任。商工省会計課長時代、当時は、茅尾おきのの邸宅だった、大倉大臣邸の勝手口から品薄の砂糖袋を担いで上がり込み、予算獲得の談判をしたという逸話が、赤間の強心臓ぶりを表すエピソードとして伝わっている。1947年4月、 1> 第1回大阪府知事選挙に立候補し、当初優勢が伝えられた、社会党公認候補である、勝木保たを下して当選。3期12年務めたが、在任中はそれこそ土曜日曜もない政金ぶりで、あったという。1950年 JN 台風が大阪を襲来し、赤間は毎日ボートで、被災地を視察しながら被害状況に心を痛めていた。その後9年かけて、 大阪湾防波堤を完成させ、赤間不正のモニュメントとなった。その他、府営上水道網の整備や住宅建設計画に尽力し、1958年には千里ニュータウン建設を決定した。一方、大阪府営の公営競馬、競輪については、早くから廃止の意向を持っており、1955年には開催中止を表明した。なお、知事時代は、 中央に陳情に出向いた時など、天皇の異名にふさわしく公姿勢な態度で臨み、一部の政界有力者の不況を買ったと言われている。また、大阪の政府中学校、高等学校を運営する政府学園の名は、幕末の長州藩の反省改革者、村田政風にちなんで1949年に赤間が命名したものである。1959年6月、 第5回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で大阪選挙区より立候補し当選。以後当選3回。参院では、茂舟雄造率いる精神クラブに所属する。1962年、参議院商工常任委員長。1967年2月、参議院外務委員長を経て、1967年11月。 第二次佐藤第一次改造内閣で法務大臣として入閣。在任中は死刑執行の決裁を求められると勘弁してくれ。今度、俺にお迎えが来たらどうするなどと理由をつけて命令書に署名せず死刑の執行が一件もなかった。1973年5月2日、心筋拘束で73歳で死去。ありがとうございます。